はい、どうも、トワイスです。今回も、シャドーバース、やっていきたいと思います。また、ツーピックですが、今回はですね、前編後編に分けて、5戦連続でやっていきたいと思います。まあ、前編が、デッキ編成1戦目、2戦目、後編が3戦目、4戦目、5戦目、と、していきます。じゃあ行きましょう。チケットで入場。このためにチケットを取っておいたんですよ。さてと、どうしましょうね。なんか2ピックで戦いやすいクラス、戦いにくいクラスってあるみたいなんですけど、どうしようかな。んー、じゃあ今回はロイヤルでいきましょう。参りましょう。デッキのカードの、まあ解説っていうほどの解説はないと思いますけど、まあそういったものは、後編にやりたいと思います。いきなり迷うなぁ。椿は欲しいけど、移行はいらない。アルベールは欲しいけど、報酬の司令官微妙なんだよな。まあ、椿は後から来ると信じますか。ゲルト、城塞、我がプリの渾身の一振りか。ゲルトは司令官、いや、指揮官がいるとかなり強いんですけど、こっちにしましょう。1コストフォロワーを入れた方がいいな。高額の位置か。ノーブルナイト。盤面取れるって言ったらやっぱこっちなのかな。ちょっと私も2ピックの組み方っていうのはなかなかまだ慣れてないところがあるので。歴戦のランサーはぜひ欲しいんだけどな。わがままプリンセス取ったから1枚は欲しいんですよね。1コストフォロワー。まあ、まだいいか。ちょっと取っておきましょう。疾風怒涛くの1エッグね、サムライシーフか。まあ、こっちですね。シーフがね、手札を引けるんで、いいんですよ。オースレス、スニッピー、クイックブレーダー、ケンタウロス、バンガード。失踪を狙うならクイックブレーダー、ケンタウロス、バンガードの方ですけど、どうしよっかな。体力高い方を選ぶか。フィーナ、ギルガメッシュ、ハンサ、インペリアル、マンモス。これは、まあ、ニュートラル枠って感じですかね。どうしようかな。ハンサがですね、実は前回収録失敗して、ネクロマンサーで2ピックやった後、後半2戦取れなかったんですけど、ハンサがね、割と、地雷になっちゃった部分があるんで。でも、インペリアル、マンモス強いんだよな。かといって、フィーナ、ギルガメッシュじゃ重くなりすぎるかな。まあ、いっか。フィーナギルガメッシュにします。で、ブリッツランサーも便利なんですよね。突進持ちなので。で、もうちょっと2コストフォロワーが欲しい。今は。ルミナスナイト、旋風陣、突然冷酷なる暗殺者、カーストジェネラル。4コスト帯がないからちょっとバランスを見て、右。で、この辺からちょっと考え、ノービストルーパー欲しいな。やっぱ失踪は強いというか、能力値自体はノービストルーパー低いですけど、失踪ってやっぱ場に出てすぐ仕事してくれるっていうのがありますからね。こっちにしよう。3コスト2コストがちょっと充実してきましたね。ただちょっとな、司令官が不足してるか？レイジングジェネラルにアサシン。で、ゲルトと高額の位置。こっちかな？疾風怒涛、フェンサー、ブリッツランサー、ホワイトジェネラル。フェンサーは使えるんだよな。でもホワイトジェネラルも結構使えるんだよな。どうしようか。あんまり3コスト多くしても手数が。でも疾風怒涛もまた、2ピックってフォロワーの潰し合いになることが多いらしいので、あんまり場のフォロワーがそのまんま攻撃力になるっていうのはちょっとね。でもフェンサー欲しいな。いいか、ブリッツランサーホワイトジェネラルで。で、劣化のマダンとティナ、フィーナとカイザ。カイザはいいんですよね。何回も復活するニンチンが出てくるんで。でも劣化のマダン、ちょっと低コスト寄りにしますか。除去スペルが今のところ渾身の一撃2枚しかなかったんで、まあそんな感じでいいのかなと。スイフトベネトレーターも、これ潜伏をつけられ、進化後フォロワーがいれば潜伏をつけれるって効果だったと思うんだけど、どうしよっかな。
フォロワーはそろそろ充実してきたけど、低コスト帯がちょっと心配なんだよな。侍を取ろう。で、ラスト。サハクイエル、サタンとフロントガードジェネラル、レイサム。サタンは長引いた時の、まあ、決め手になりうるんだけど、それまでにライフが削られてなければの話なんだよね。もうちょっと1コスト、2コストあたりを重視して取っていきたかったけど、まあ、ここまで来たら仕方ないか。ちょっとアグロ寄りですけど、フロントガードジェネラルが好きなので、こっちに。なんだかんだで解説みたいな感じになっちゃいましたけど、まあこんな感じですかね。まあバランスよく取れたかなと。2コスト3コストに重点を置いてれば、まあ一旦に2枚出すとかそういうことも、まあ視野に入れて動けるかなっていう風になりますので。まあいいでしょう。とりあえずやっていきましょう。ヴァンパイアステージですね。で、ドラゴンか。先行いいですね。家族を守るために。まあとはいえ、うわ、これは、これは微妙だ。どうしよう。渾身の一振りを取っておくか取らないかちょっと迷うところですね。でも2コストフォロワーにはなりえないからな。いいか、とりあえず1枚残しましょう。これはつらい。まずいぞ。これは引きで来てくれないと。若干事故ってるパターンだ。あー、よかった、サムライが来てくれました。まあこれだったらまだいける。アイボリードラゴン来たか。いいよ、アイボリードラゴンだったら俺は除去する。隊長、任せてください。まあこれでプラマイゼロって感じですからね。さあ、でも2コストフォロワーは何が出てるか。来ない、ラッキー。じゃあ、ヴァンガードがいるから、わがままクイーン。ちょうどいいじゃん。一番乗りの苦しみを立ってみせる。危ない危ない。はい。次のターン、サムライかシーフか迷うところですね。アイラか。強くならなきゃ。アイラは倒しちゃうと、向こうの、なるほどね。こういう場合はダンサーとサムライ、向こうの PP 上げちゃうんでね。とりあえずアイラー主だな。いや、どうしよう。でも場に残してでもめんどくさいんだよな。まあいっか。とりあえず攻めていきましょう。こっちは場が充実してるので、全体除去でもかけられない限りは大丈夫だと。ただ進化権があるんだよな。ゴリアテ強いの出してきたな。うん、ですよね。ゴリアテで歴戦のランサーを除去して、俺もっと強くなる。そうだよね。で、アイラで顔を殴るか、それともヴァンガードがないとがやられるだよね。来ると思ったよ。これをどう挽回するかですけど、こうなってくると手札増やせるからフィーナかな。超絶可愛いフィーナちゃんにお任せってね。これで決めます。ちょっとこの際あれだ、アイラは無視できなくなってきたので、除去して顔を私に歯向かうので、攻めていきましょう。ただここで進化一回使っちゃったんで、後ほどがちょっと心配ではあります。の剣、なるほど、じっくりと。たまには撤退もあるよね。どうする、覚悟はいいか。進化で我が敵を立て。どこが来るかな。侍か。俺の負けだ。まあ兵士属性は残しておくと後々厄介ですからね。ただどうしよっかな。カースドジェネラルかな。進め、進まぬのならば。で、ゲルトを出すと失踪。5、6、7、8、9ダメージか。最大進化はちょっとパス。守りました。よし、これで押せるぞ。
だいぶ早く決着がつきそうだ。うまくいけば守護さえ出されなければ勝ちますね。場の全部がやられてもアルベールは疾走持ちなので進化させるのもダメージ。さあどうくる、こっからだぞ。除去した。イタリアか。いやーちょっとヒヤッとしましたけど、ヒヤッとしてないか、ライフ的に余裕だもんね。まあでも決めれるうちに決めておかないと後から何されるか分かりませんからね。運が良かった。じゃあ続けていきましょう。ビショップステージ、ロイヤルか。しかも向こうはロイヤルマスター。どうぞお覚悟を。安心してください。そうなるとちょっとあのロイヤル2ピックでもロイヤルのデッキ組みが分かってるっていう感じだと思うので怖いですね。どうしようかな。5コスト進化で手札が増やせるのを残すか。全部変えよう。これでよし、まだいい。ただわがままプリンセスの効果が活かせなくなりましたね。ちょっと一旦目は渾身の一撃を警戒して何も出さないでおきます。どっちにしろ3ターン目にならないと何も出せる。うわお。というか渾身の一撃来るなら2ターン目からじゃねえか。何をバカなこと言ってるんだ俺は。ちょっと向こうに1本取られた形ですが、ちょっとこれでいきましょう。頼む、渾身まくるな、渾身まくるな。メイドリーダーか。後々が怖いパターンですね。どうしよっかな。除去したい、除去したいけどわがままプリンセス意味なくなっちゃったからな。でもマダンは取っておきたいんですよね。いいか、ちょっとわがままプリンセスで。おいひなさい。手柄にしてやる。仕方ない、ちょっと除去しちゃおう。ちょっと今向こうが上手ですかね、今のところは。そうくるよね。ただ向こうも手札がないのかな、今出せるやつが。そうなってくるとどうだ、カーストジェネラル行くか。進め、進まぬのならば。で、ヴァンガードは打ち取られるので顔に。さあ進化権がいったぞ。ここで取り返されると怖いぞ。フローラルフェンサーじゃなければ。しばしお待ちを。あー取るよね、進化するか。これで決めます。その鮮血がバラをより赤く染めます。さあどうしよう。こうなってくるとフィーナ安定かな。超絶かわいい。ちょっと手札を増やすしかないと思うので、これで決めます。勝利あるよ。これで2コストフォロワーをサーチしてもらって、まあヴァンガードかな。仕方ない、最悪スニッピーガーデナーと相打ちにされても。で、うわ守護が出てきた、しかも進化。厳しいな。2ダメージでしょ。劣化のマダンが3ダメージしか与えられないんだよな。ティナが5ダメージか。でもここで進化使い切っちゃうのも辛いんだよな。指揮官がいれば冷酷なる暗殺者で失踪させてもらえたんだけど、迷う。仕方ないな。魔物の相手くらいなら私だって。使っちゃうか。覚悟はいいですか。劣化の術で揉めなさい。これで決めきれなかったのは痛いですけど。どうしよう。行くぞ。とりあえず並べていきましょう。任せてください。進化権がなくなっちゃったの辛いんだけどな。
8ターン目ギルガメッシュ、9ターン目アルベールとかで、うわ守護が出てきちまった。エミリア進化か。そうか、そうだよな。そうだと思ったよ。つれさて、どうしようか。ホワイトジェネラルが出てくれたな。437コストだからちょうどいいんだけど。そうするか。20ね。剣を掲げよ。仕方ない。ちょっと1体エミリアと相打ちさせるしかないな。戦場の耳、素敵ですわ。活路を開く。無念ですわ。さよう。盤面は取っておきたいですからね。さて、ただ次のターンとその次のターンじゃ決めきれないのと、あと向こうの手札の方が今有利なので、こっちの息切れが早い可能性が高い。ノビストルーパーをそう使うか。でも次のターンの動きは決まってるんだよな。ギルガメッシュ邪魔をする。さて、アルベールでも10ダメージしか与えられないので、このターンギルガメッシュがもし生き延びればギリ勝てるか。うわダメだ。次の責任に苦しめる。8コストでそれ出してくるか。そうなってくるとだ、アルベールを見送るべきかどうか迷うところです。これで6ダメージは確定してるので、どうすっかな。マダン、まず、仕方ない。ちょっと手札をまず、なんとかしよう。侍2体か。でも3体並んでないんだよな。あ、でも十分か。とりあえずこれで、除去が来なければなんとかなりそうだけど。レオニーダス。そうか、レオニーダスか。守護が置けるなぁ。でもなぁ、レオニーダス倒すと倒すで、仕留めきれなかったらちょっと悲惨なことになるんだよな。こうなった場合は、でもレオニーダス仕留めきれないんだよな、アルベールだけでも。仕方ない。ちょっと攻撃に転じましょう。人類が孤独。次のターンで失踪が出ないことを祈ろう。行くぞ。これで決めきれねえんだよな。これもファンファーレだから、あとは守護出されちゃった。で、3、2か。あ、顔狙わなかった。マジか。安全を取ったな。さて、どうしようか。この場合は、まずは、というか手札全部使い切れる感じ、これ。隊長、任せてください。守護を置いて、私に任せな。なぁ、誰も除去できない。もう完全に延命措置でしかないけど、仕方ないもん。旦那様、しばしお待ちを。これはライフ的には勝ってるけど、残念ながら勝ち筋が見えないぞ。手札切れましたしね。ボロ負けパターンだな。さあ構えろ。うわ、来やがった。突進持ち。はい、体格だ。ああ、そうか、そうかよ。お見事です。本当にお見事。向こうの方が割と後半にシフトした感じのデッキ組だったみたいですね。じゃあ、今回はここまでとさせていただきます。後半の方に行きたいと思います。失礼します。